b サイモントンのうちなるガイドのイメージ療法のプログラム1ゆったりした椅子に座って足を床につけて目を閉じますリラックセーション法を使って気持ちが楽になりリラックスするようにしますがんのイメージ療法のプログラムと同じです2心の目で自分が温かく気持ちのいい 静かな安らぎの感じられる自然の中にいるところを描きます記憶している場所や空想した場所でもいいのですその場所の細かい事柄に注意を集中してください自分の五感をフルに使ってその場の雰囲気を味わうようにしてください自分が本当にそこに存在しているという実感を抱くのです三そばに道が見えてきます その道は曲がりくねって地平線に続いています。この道を歩いている感じを味わいましょう。愉快で楽しく感じます。四遠くの方に青白い光が輝いています。その光はゆっくり自分の方に近づいてきます。別に恐れる必要はありません。こその光が近づいてくるにつれて。 それが生き物だということが分かってきます。誰かわからない人間か、親しみの持てる動物です。6その人物、あるいは動物が、もっと近くに寄ってきたら、どのような姿をしているか、細かい点に注意します。その生き物は、男性あるいは竹子ですか、それとも女性あるいはメスですか。できるだけはっきりと、 その姿や形を見届けましょうその指導者が人間なら顔髪の毛目骨格体つきに至るまで細かく注意してみるのです七もしこの人間あるいは動物が温かく気持ちよく信頼できる感じを起こさせるようなものならそれが内なる指導者なのです八名前を聞いて 自分の抱えている問題を解決する力になってくれるよう頼んでみましょう。旧その人物あるいは動物と会話を交わし知り合いになり親友と話す時のように自分の抱えている問題を話し合ってみましょう。中その指導者が教えてくれる情報にそれがどんなものであっても最新の注意を払うのです。情報は 話し合いの中から得られることもありますし、あるいは、指導者が何かを指したり、アドバイスになるものを作ったりといった、象徴的なジェスチュア、仕草から得られる場合もあります。11どうしたら、今後相談に乗ってほしいときに会えるのか、その点を指導者と打ち合わせてください。12そして、用意ができたら、今皆さんが座っている部屋に、ゆっくり意識を戻して、 目を開けましょう。この方法を試してみてたとえ自分の指導者と出会えなかったり指導者から情報が得られないというようなことがあったとしても落胆する必要はありません何回かこの方法を行って初めて指導者と会うことができるようになるというケースは珍しいことではないのです内なる指導者とは実は自分の中の「 もう一人の自分なのです。自分の一部には違いないのですが長い間無視していたわけですから改めてコミュニケーションを確立するには時間もかかるし根気も必要なのです。以上がサイモントンが提唱する「内なる指導者」のイメージ療法です。これを心理学的に解釈すれば。 心理に隠れているイメージを表層心理に呼び起こしていると考えらますこのイメージ療法はなんとなく宗教色を帯びているように思われますが実は宗教の修行法こそある意味でイメージ療法すなわち瞑想法の宝庫なのです。